やったじゃないか。二人とも優勝おめでとう。キリとアスナ、ありがとうなのです。いやいや、この結果は二人の成果だよ。うん、決勝戦の二人のコンビネーション、これまでよりも格段に良くなってたと思うよ。ああ、モニターから見てたけど本当に息がぴったりだったぜ。お互いに心の底から信頼し合ってなきゃ到底できないような動きばかりだった。はい、私なんとなく分かったのです。お互いを思いやるのは当然、でも優しくするだけじゃダメなんだって。目的のために背中を預ける、時には危険なことを相手に強いてしまうことがあったとしても、協力し合えば乗り越えられるって信じることが絆なのですね。ああ、そうだと思う。アファシスたちにはもともとマスターとアファシスの関係ってものがあるけどさ、パートナーとしての絆だってそれと同じくらい二人にとって大事なものじゃないかって思うよ。マスターとレイちゃんは絆で結ばれた親友同士でもあるってことね。素敵だと思うよ。ですが、マスター、それでもよろしいのでしょうか。ありがとうございます、マスター。これで二人の絆が深まってくれて嬉しい反面、これから今回の大会みたいなのがあるとはますます手強くなりそうだな。強敵を作り出しちゃったね。でもそう言いながらキリト君嬉しそうだよ。そういうアスナこそ笑ってるじゃないか。もし次があったとしても、マスターと私の絆が連続優勝を飾っちゃいますよ。